そろそろね、明日のメンバーに宿題を出したいと思います。お、3万人見てくれてんの、ありがとう。はい、明日はランゼ、ランゼです。ランゼ最近さ、すっごい大人っぽくなったんですよ。なんか髪の色もちょっと変わってたし、なんかね、前髪もこういうロングで大人っぽいですよね。なんかそんなランゼに宿題、たまらんぜ。鏡みたいにしちゃってごめんなさい。ありますか？子供でも確かに、なんでは最近なんか大人化計画っていうか、大人っぽくなって洋服とかもなんか雰囲気が、だから逆にこうちょっと子供ランゼが見たいかも。なんて言葉にします？みんな、ランゼ、え、ツインテールさせる、させるっていうかしてもらう、あーバカにきって言ってもらう、あーなんかツンデレが似合いそうだから、なんかツンデレで可愛い言葉を言ってもらえますか、ツインテールしてね。そうしましょう、ツインテールで、ツインテールして。私前も宿題2個出した気がする。ツインテールして先輩のバカ言われたいんですね、それを。はい、書きましょうか。いい、それで。先輩のバカって私のことあれ私のこと君たちが先輩じゃなくて、なんて言えばいい、バカ兄貴って言います。もう、なんだろう、もうバカ兄貴ってハートみたいな。いきました。あ、猫耳リレーは書かなくてもやってくれるんじゃない、ランゼなら。じゃあできました。ランゼツインテールして、もうバカ兄貴って可愛く言ってほしい、ミサ。どうですか、ミサより。なんか猫耳は皆さんからの宿題ってことでね、言ってね、ちゃんと。もししなかったら猫耳つけてってミサ先輩が言ってたよって言ってください。まあそう、髪型の話が多いのですぐ行ってしまうのですが、まあちょっとね、毎回宿題が、前回のメンバーから絶対必ず来る宿題があるのですが、私は江藤さんかな、江藤さんからこんな宿題をツインテールして、うんで可愛く言ってほしいっていうことで、ちょっと早めに来てツインテールにしてきました。本当に言ってほしいのか、果たしてどうなんですかね。言ってほしいかい。あー、すごいね、江藤さんすごいね、やりやがったそう、でもね、すごい昔からすごく仲良くさせてもらってるミサ先輩、江藤さんって言うと罰金100円取られるんで、ミサさんと呼びますが、では宿題に入りたいと思いますふんあーでは行きます、せーの、もうバカ兄貴、ボスボスボスどうなのこれ、本当に嬉しいかしら。バカ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 じゃないよ、
どうなんだろう。でも最近握手会でもすごくなんか同級生とか年下の子、中学生の子とかがすごく増えたので、兄貴じゃない人もお姉ちゃんも弟も妹もみんなありがとうって感じです。すいません、もうツインテールは取ります。へい、落ち着く。でもツインテールもね、握手会とかではやってますので。